小惑星、小惑星、小惑星、毒、A、アステロイドは、太陽系小天体のうち、製造に核酸成分がないものの総称。核酸成分、コマや、そこから流出した尾があるものは、彗星と呼ばれる。ウィリアム・ハーシェルによって、当時の望遠鏡で見ると、恒星のように見えることから、ギリシャ語のアスター、恒星とエイロス、姿、から、 アステロイド、アステロイド、恒星のようなものと命名された。太陽系内の惑星より小さな天体であることから、マイナープラネット、小さな惑星、プラナタイド、惑星のようなものなどとも呼ばれた。現在では岩石を主成分とするものをアステロイドと称し、マイナープラネットはアステロイドに加え、太陽系外縁天体、水星、 小惑星繊維天体や純惑星などを含んだ天体の総称とされているが、マイナープラネットもアステロイドも日本語ではどちらも小惑星と訳されるため、混同しないように注意が必要である。例えば、小惑星番号はマイナープラネットの番号のことであり、アステロイドには含まれない純惑星などにも割り当てられる。その多くは、 火星と木星の間の軌道を交点しているが、地球付近を通過する可能性のあるものも存在する。21世紀初頭まで最大の小惑星であったケレスシリーズ数字は小惑星番号。以下同様でも地球の月よりはるかに小さい。また、惑星や衛星のような休憩をしているのはケレスなどごく一部の大型の小惑星のみで、 大半は丸みを帯びた不定形である。すでに個体識別されている小惑星のほとんどは木星軌道と火星軌道の間に存在し、太陽からの距離が約2から4天文単位の範囲に集まっている。この領域を小惑星体と呼ぶ。現在では太陽系外縁部のエッジワースカイパーベルトと区別するためにメインベルトとも呼ばれる。小惑星は 木星の雪道によって、いくつかの軍をなして運動する。各軍は、その公天周期に従って分類される。軍の中で特に注目されるのが、トロヤ軍、周期約12年と呼ばれる、小惑星群であり、これは、太陽と木星との間を一辺とする正三角形の、一頂点、すなわち両天体の径でのラグランジュ点に位置することが、知られている。なお、トロヤ軍の名は、 この群で最初に発見された小惑星アキレスにちなむ。1990年代以降は、クワワーやセドナといったエッジワース・カイパーベルトや、さらにその外側にあるトランスクリープション、ネプトゥーニアン・アブジェクツ、太陽系外縁天体、とのが続々と発見されるようになった。これらはメインベルトの小惑星とは起源が異なると考えられているが、同様に、 小惑星として登録されている。エッジワースカイパーベルトの喪失量は地球質量より一桁少ない程度であり、メインベルトの喪失量より大きいと推定されている。2012年5月現在、軌道が確定して、小惑星番号が付けられた天体は329,243個に上る、純惑星5個を含む、小惑星の一覧参照。この他に、 カリフ号のみが登録されている小惑星で複数の小を観測されたものが138,053個、1回の小を観測されたものが117,390個あり、これらを合計すると584,686個に達する。番号登録されたもののうち、すでに命名されたのは17,224個である。直径 1km 程度。 ないしそれ以下の小惑星については未発見のものが数十万個あると推測されている。軌道が確定した小惑星数の増え方については小惑星番号を参照。なお、2009年10月までに地球近傍小惑星はカリフ号のみのものを含めて6398個、ケンタウルス族を含む太陽系外縁天体は同じく1379個。 準惑星4個を含むが発見されている天文年間200年版。1781年の天皇星発見当時、ティティウスボーデの法則から火星と木星の間に未知の惑星を探索する試みが行われた。1801年にケレスが発見されたが、翌1802年にパラス、1804年にジュノー、 1807年にはベスタと同じような位置に天体が相次いで発見されたこと、またいずれも惑星と呼ぶにはあまりに小さいことから、やがて惑星とは区別されるようになった。小惑星という語は1853年初めに考え出された。2006年8月にプラハで開かれた国際天文学連合総会で惑星の定義が採択された結果、 それまで惑星とされていた、冥王星及び小惑星とされていたケレスとエリスが、ドワーフプラネット、純惑星に変更され、さらに小惑星のうち十数個が、将来的に、ドワーフプラネットに変更される可能性があると、考えられるようになった。2008年には、新たに、マケマケとハウメアが、ドワーフプラネットに変更されている。また小惑星は、 どのや水星と共にスモールソーラーシステムボデスというカテゴリーに包括されることになった。これを受けて日本学術会議の省委員会は2007年4月9日の対外報告第1報告においてドワーフプラネットとの素棒の訳語としてそれぞれ純惑星太陽系外縁天体太陽系小天体使用を推奨することを提言した。なお、 純惑星については当面の間、教育現場などでは、積極的な使用を推奨しない方針。詳細は、惑星日本学術会議の対外報告を参照。メインベルトの軌道長半径が、ティテウス棒での法則に、ほぼ合致するため、昔この位置にあった惑星が何らかの原因で、破壊されて、小惑星体が作られたとする、惑星破壊説が唱えられたこともあったが、 メインベルトの小惑星の質量を合計しても、惑星の質量には到底達しないことなどから、現在は支持されていない。またすべての小惑星が同一の起源を持つわけではなく、かつて水星であったものなども含まれると考えられる。一方で、火星の衛星フォボスとダイモスなど、かつては小惑星だったものが、他の天体に加速されてその衛星となったと、 考えられている天体もありする。メインベルトにある小惑星発生には二つの要素が働いたと考えられる。一つは太陽系形成時にこの付近にダスト成分が少なかったことがある。通常原子太陽系円盤は内側から外側に向けてガスやゴミが少なくなるがメインベルト付近から外は水などの気発成分が凍るため内側よりも固体成分が多くなり、 結果的にメインベルト領域が個体存在量が最も少なくなる。もう一つは木星が先に形成された影響がある。巨大ガス惑星の木星が及ぼす重力によってメインベルト付近の微惑星の軌道が乱され相対的な速度差が大きくなり合体よりも破壊される傾向が強まったという小惑星の名前については現在では天体の中で唯一 発見者に命名提案権が与えられている。まず、新天体と思われる天体を2夜以上にわたって位置観測し、その観測結果が小惑星センターに報告されると、発見順に仮符号が与えられる。仮符号は以下の書式に従う英数字からなる。詳細は仮符号小惑星を参照。仮符号を付けられた天体は、 基地の天体との軌道の同定作業が行われる。最終的に軌道が確定して、新天体だと確認されると、小惑星番号が与えられた上で命名される。発見者、すでに死去している場合は、軌道確定のための計算を行ったものによって、提案された新小惑星の名前は、IAU の小天体命名委員会によって、審査される。名前は、 ラテン語化するのが好ましいというのが、世界的な暗黙の了解事項であるが、現在ではそうでないものも多い。その他にも、発音可能な A 文字で十六文字以内であること、公助領族に反する、もの、ペットの名前、すでにある、小惑星と紛らわしい名前は付けられない、政治、軍事に関連する事件や、人物の名前は没後百年以上経過し、評価が定まってから出ないと付けれない。 命名権の売買は禁止などの基準がある。なお、トロイア軍はトロイア戦争に参加した戦士の中から、ケンタウロス族、皇術にはケンタウロス族の名前、太陽系外援天体には、各民族などの創世神話から命名を行うという規則がある。また、人名については、かつては、生、名を分けて命名できた、ジャック・ロンドンなど、が、21世紀初頭には、 生と名を結合した命名がなされている、ビル・ヘイリーなど、また、別々の小惑星に命名提案された人名を結合するケースなども見られる参照。近年では、ほぼ同じ大きさの二重小惑星に命名する際に、それぞれの天体につけた名前をハイフンで結合して、小惑星名とするケースが見られる。例としては、シーラ・ニューナマーズ・ソムヌスがある。 基本的には、一度命名した、小惑生命は変更できないことになっているが、何らかの問題が生じた際には、例外的に変更された例がいくつかある、小惑星番号例外を参照。また、申請の際に、名前の綴りが変更されてしまうことがある。小惑生命を日本語で表記する方法は、メディア等によってまちまちである。 カタカナもしくはアルファベットで表記する場合もあり、日本や中華人民共和国など漢字文化圏にちなんで命名された小惑星に関しては漢字表記する場合もある。当初は他の惑星と同じように小惑星に対してもローマ神話の神の名が与えられていた。やがて小惑星が多数見つかるようになると他の神話の神や文学作品の登場人物、 あるいは実在した人物や地名なども用いられるようになった。なお、初期に見つかった小惑星に女神の名が付けられたことから男性の名前でも女性化して命名されていた。例としてはダビダ、デイビッド・トッド・ダビダなどがある。そして1896年に最初の地球軌道に接近する小惑星、1906年に最初のトロヤ軍小惑星が発見されると それらのように得意な軌道を持つ小惑星には男性名、神、または英雄などが付けられることになった上記の2個はそれぞれエロス、アキレスと命名された。その後、小惑星の数がさらに増加するにつれて名前の数が足りなくなる恐れが出てきたため、比較的自由な命名が許されるようになった。第二次世界大戦後、アメリカ合衆国内に小惑星センターが設立され、 小惑星及び、水星の観測記録や、番号登録、命名などを小惑星解放されている。しかし、すでに発見された、小惑星との軌道の同定に手間取ることが多く、加えて20世紀末に小惑星の発見数が、急増すると、提案された名前を審査するのが追いつかなくなり、固有名をつけるのをやめようという意見まで出るに至った。2003年、 国際天文学連合総会第20委員会において発見者一人当たり1ヶ月に1個以上の命名提案を控えるよう求めることが決定された。ただしそれは絶対ではなく、適切な理由があれば複数同時提案も認められる。例えば2012年には東日本大震災で、 大きな被害を受けた地域に由来する小惑星の命名が同一発見者の小惑星12個に対して同時にされたことがある。その一方、小惑星番号がついてから10年以内に名前を提案しないと命名権を放棄したとみなされるという10年ルールも存在する。こうしたことから発見数に比して命名された小惑星の割合はあまり多くない。 MPCS によって名前とその由来が公表されるようになったのは小惑星番号にしておおむね1500番台以降である。1998年末以降に命名された小惑星3000番台から9000番台の一部と1万番台以降のすべてについてはジェット推進研究所の焦点体データベースにほぼ例外なくマペックスの命名文が収録されている。 ルッツリー・シュマダルのディクショナリー・オブ・マイナー・プラネット・ネイムス2006年に第5版2008年にその本が発行されたにはそれまでに命名されたすべての小惑星が掲載されているが MPCS 以前に命名されたものについては由来が不明な場合もある軌道長半径や離心率軌道傾斜角など類似したを持つ小惑星の集団を俗と呼ぶ これらのグループは同一の母天体、原子惑星が分裂して、母天体に近い軌道を回り続けているものや、木星などの引力の影響で、一定範囲の軌道に集まったものと考えられており、基本的には前者をファミリーと呼ぶ。ファミリーを最初に発見したのは、日本の平山政治であり、21世紀初頭までにメインベルトで数十のファミリーが発見されている。 外縁天体については2007年に後のハウメアを含むファミリーが存在する可能性が報告された。メインベルト以外の小惑星は特異小惑星と呼ばれる。太陽系外縁天体もいくつかのグループに分かれている。他にも多くの族、群がある。小惑星は色、アルベド、反射脳、スペクトルによって大きく3種類に分類される。 上記三つのサブグループに相当する方や、それら以外のマイナーな方も存在する。惑星形成論の研究や将来的な資源利用への布石として、小惑星探査が進められている。望遠鏡でも天井にしか見えないため、1990年代に入るまで小惑星の研究は軌道の確定や高度の測定に止まり、その姿については想像の域を出なかった。 しかし、高性色による形状の推定、ハップル宇宙望遠鏡などの高性能の望遠鏡による観察やレーダー測定により、大きさや形状など、その姿が徐々に明らかになってきた。そして、1989年に打ち上げられた木星探査機ガリレオにより、1991年にガスプラ、1993年にイダの映像が撮影され、人類は、 初めて小惑星の鮮明な映像を目にした。なお、ガリレオ間に初めて衛星を発見し、ダクティルと名付けられた。その後も、主に地上での観測により170個以上、2010年現在の小惑星に衛星の存在が確認されている小惑星の衛星賞。1996年に打ち上げられた NER シューメーカーは、 1997年にマティルド2000年にエロスの映像を撮影し、探査機はエロスの周回軌道に乗った後に着陸を果たした。2003年に打ち上げられた日本の探査機ハヤブサは2005年に糸川へ到達、至近距離からの詳細な観測を行った。ハヤブサは糸川に計画通りではなかったは設置し、その後離脱した。サンプル採取については、 操作ミスにより送られた命令列中に弾丸発射命令が存在していなかったためサンプルホーンの接触により微粒子状の対象が舞い上がったものが回収されていることを期待するとした幸いそのようにして回収されたものとほぼ断定できるサンプルが実際に確認された2010年6月13日に地球へ帰還し サンプル容器を収めたカプセルが回収されて、容器内の微粒子の回収と分析が行われ、同年11月16日には、回収された微粒子のほとんどすべてが、糸川由来であることが発表された。これは、世界初の小惑星からのサンプルリターンである。2004年に打ち上げられたロゼッタは、2008年にシュテエンス、2010年にルテテアへの接近観測を行った。 2007年に打ち上げられたドーンは、2011年にベスタの周回軌道に乗って観測を行い、2012年にベスタの軌道を離脱した。2015年にはケレス周回軌道に到達し、2017年現在でも近接探査が続けられている。その他にも、水星探査機などにより比較的遠距離からの、もしくは不鮮明な小惑星の映像がいくつか撮影されている。 2017年現在、ハヤブサ2、オシリスの2つの小惑星探査機が運用中で、小惑星サンプルリターンを目指している。さらに、ルーシー、サイキ、マルコ・ポーロなどの小惑星探査計画が検討中である。さらにドン・キホーテという計画では、小惑星にインパクターを衝突させる構想である。アメリカでは、コンステレーション計画の中止により、 小天体探査に関心が集まりつつあり、2010年4月にオバマ大統領の発表した新宇宙政策によれば、月以降の有人探査の対象として、地球近傍小枠が有力な候補と見られている。中止、または他の目標に変更されたもの。地球の上空には小惑星などの多数の天体が通過している。これらの中には地球に接近し大気圏で燃え尽きること。 なく落下するものもあり、2013年のチェリアビンスク州の隕石落下では多くの怪我を出した。2018年12月18日には直径約10メートルの小惑星がベーリング海上空およそ26.5キロメートル清掃圏で爆発したが、そのエネルギーは1945年に広島に投下された原子爆弾のエネルギーの約10倍と荒れている。 地球にとって特に危険性が高く深刻な影響を与える天体は直径が150メートルを超える天体とされている。ユカタン半島にあるチュクシ主ルーブクレーターの調査から約6550万年前に秒速10から20キロメートルの速度で衝突した直径10キロメートルの小惑星は大型の恐竜を全滅させたと考えられている。 クレーターは直径 150km、深さ 30km、周辺はマグニチュード11規模の地震と大規模の火災が発生し、海に落ちたために生じた津波は高さ 300m と推定される。さらに、衝突で巻き上げられたゴミが清掃圏やその上の中間圏に及んで漂い、数ヶ月から数年間太陽光線を遮り、 植物など光合成生物の死滅に橋を発し、生物全体の70%が滅んだと推測される。直径 10km 規模の小惑星衝突は1億年に1回ほどの頻度で起こると考えられる。直径 1km の小惑星衝突でも地球規模の気候に変動を与えると考えられ、その頻度は100万年に1回ほどと推定される。 これより小規模な衝突は影響こそ限定的になるが、その反面頻度は上昇する。直径 1.2km のバリンジャークレーターを作った隕石は直径 50m 規模であったが、頻度は1000年に1回ほどあると考えられる。地球の公転軌道より1.3天文単位内を通過する公転周期200年未満の小惑星は NEA といい。 2012年11月1日現在で9252個が確認されている。その中でも地球に0.05を天文単位約 750km 以下に近づく光天軌道を通り直径が 150m 以上と考えられる。小惑星は4と呼ばれ1343個が該当する。しかも NEA は惑星重力の影響を受けやすいため、 高転軌道は急に変化して予測通りにならない可能性が高い。NEA とやはり衝突が懸念される彗星とあわた谷を監視する計画は NASA とアメリカ空軍、マサチューセッツ工科大学の共同による LINEAR、アリゾナ大学のスペースウォッチとキャッテリーナスカイサーベイ、NASA ジェット推進研究所の2位とローウェル天文台のローニオス、 ハワイ大学のパンストリスなどがあり、日本でもビゼースペースガードセンターが観測を行っている。このように多くの観測体制が敷かれる理由は、そもそもネオが非常に観測しにくいことが背景にある。しかも現在、昼間に観測することは事実上不可能である。小惑星の衝突に備えて、小惑星を破壊したり進路を変えさせたりする研究も進められている。 しかし、小惑星の衝突を回避する技術は、現在の科学技術では達成しておらず、減損するロケットを衝突させて、軌道を変える方法でも、直径100メートル以下の小惑星でしか効果がないと、考えられている。ESA のドンキホーテ計画など有効な回避法が、様々に模索されているが、未だ、研究段階にあり効果は分かっていない。一おさむき。